こんにちは、寺島でございます。今日はポートアイランドイベント会場からお送りさせていただきたいと思います。じゃん。はい、今回のね、出展車両3台のご紹介でございます。フローズというモデルですね。現在このフラットスタイルになっています。フルフラットですね。応援団が3人います。クッションフロアです。さて、こちらから見てみましょう。これはね、ワンちゃんと過ごすには最適なんじゃないでしょうか。この広いスペースを利用してあぐらをかいて、お座敷モデル、お座敷スタイルですね。ワンちゃんと一緒に長い時間を過ごしてみてください。さて、当社で人気モデルですね、ハイドアウトと言います。現在テーブルを設置しまして、この2方から3名の方が座っていただいて足を下ろす、これがなかなか快適なんですね。このモニターをちょっと前向けてみましょう。こうしてリアゲートを閉めてみますね。そうするとどうなるか。はい、横へ回ってみます。はい、ご覧ください。テーブルがあります。座っていただいて足を下ろします。これが快適なんです。これオプションでね、実は窓を埋めてアクリル窓をつけています。網戸がついていますので外気からの空気がスーッと抜けるんですよ。これが最高です。そしてこれもオプションですが、レカロシートがついています。長距離走行にはとても快適です。腰がありがたいレカロシート、いかがでしょうか。はい、さらに行きます。レガシーというモデルでございます。後ろから見てみますね。これは木目がとても素敵です。シックな感じで仕上がっています。クーラーがついていますね。これ横に向いていますが、前方向にも風が出ます。室内機がここにありまして、実は室外機がスペアタイヤ、この部分に室外機がついています。なかなかのオプションですね。横に入ってまいりました。現在このマット外してありますね。ベッドにするとこういうふうにフラットになりますね。これを外しますと、この部分が実はもともと純正のセカンドシートがあったこの部分を取っ払って、踊り場になっています。これお客様のいろんなご要望がありましたので、こういうモデルチョイスができるようにオプションでこの形にすることができます。結構ね、軽自動車のモデルっていうのは靴の脱ぎ場がないわけですね。こういうスペースを作ることによって広いスペース、荷物を置く、靴を脱ぐ、冷蔵庫だとかポータブル電源の置き場にもなりますね。この3車数下が回ってませんね、ごめんなさい。このもう一度ご覧になりたい方、兵庫マリナ RV オスカーズ、次週の7日8日、12月7日8日この2日間アンコールフェアを開催いたしますので、ぜひこちらでじっくり体感をしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。